うんどれがいいかな毎回毎回どれがいいかなってなっちゃうんだよなおかわいいかわいいのこれかわいいちょっと待って定まるまでこれでいい定まるまでシャボン玉さしてよしおお ちょっと待って。あ、これいいんじゃないこれ、これいい感じに隠れますね。これいい感じに隠れますね。あ、これいい感じに隠れますね。これいい感じですね。これが今んとこ一番いいですね。そうだよね。うーん、これもいいね。いや、これはダメだ。 あーかっこいい。うーんなるほど。あーこれかこんばんは。こんばんは。やっぱグラビアじゃないこれグラビア。グラビア。<laughs> 見てこれグラビア。 このフィルターグラビア。こんばんは。これ、このフィルターグラビアで、これがチーク。どっちがいい <laughs> どっちがいい <laughs> どっちでもいい, <laughs> どもい,い。どっちでもいいよどっちでもいいよなあどっちでもいい。こんばんは。<laughs> グラビアの方やっぱらが隠れるな。ちょっとやっぱグラビアにしとこう。 よし、OK。違う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 。ライブ配信は終了しないよ。これで OK。え何こんばんは。こんばんは、こんばんは。良きありがとう。わあ、ありがとう。こんばんは。よし。 いやー、白いね、これ。いいね。隠れますね、いろいろ。ごめんね。ごめんね、ごめんね。すいません、こんばんは。いや、なんか、すいません、ほんと。あのー、すっぴん <laughs> っぴなんだよね。すっぴんなんだよね。ごめん。<laughs> ごめん。すっぴんなんだよねー。こんばんは。 今日はすっぴんなんだけど明日はもうキラキラのバチクソに可愛いチョ長なんでョ長で出てきますんでお肌、そうお話し上がってるでしょそう今日,今日ねちょっとエステ行ってきたのおエステの方行かせていただいて肌プリプリに仕上げてもらいましたんでクショ長の配信見てスイカゲーム始めましたおいいね一緒に作ろうスイカをこれからも <laughs> いいですねよし X チェックしてなくてたまたま YouTube 開いた口長の配信が始まったおスピンでもこんな可愛んかわいいかわいいかわいいかい響くは社交辞令っていう言葉もあるやつ <laughs> そんなこと言うなよ 違うでしょ響くはもっと大人の世界知らない <laughs> そんなことないよそんな社交辞令言うような区民の人たちじゃないでしょこんばんはこんばんは <laughs> 奥田さんちょっと最近最近言葉が強いんでね大人の世界注文は難しいもんやな そうだよ思ってなくても思ってるかのように言わなくちゃいけない局面注文があったりもするんよ。<laughs> そんなもんそんなことでね。<laughs> ありがとう <laughs> ありがとう。ありがとう。<laughs> ありがとう。パレットは可愛いもんね。 俺はいつでも可愛いおいおいお前ら <laughs> 言葉が悪いよお前らクミンのお前ら俺だパレットだ <laughs> なんかさパレットねなんか実物見るとめちゃくちゃ可愛いんだけどねなんかね これあれだ,あれだっけインカメラだから鏡鏡になってるんだ。鏡で映すとなんかすっごいガチャガチャになってる <laughs>。なんか、いや、実物で見るとめちゃくちゃ整ってるんだけど、なんか鏡で見るとすごいガチャガチャに見えるの。私だけこれ。ね。パレットファンサしてたって。パレットちょっと汚いね <laughs>。 ほこりがほこりだらけでもかわいいかわいいよほらピカチュウもみなさんこんばんはこんばんはどうもあしピカチュウと申しますみなさんお元気ですかこんばんは明日はいよいよ姉さんのひびく姉さんのワンマンライブですねみなさん楽しみですか 足も楽しみですよ。ねえ。どうも、すき焼きじゃないです。足は、あのゲームに、あのゲームの中のやつみたいなすき焼きとは違うんです。<laughs> <laughs> <laughs> すき焼きはゲームの中のピカチュウ。これはうちのピカチュウ。はい。本当は足がオリジナルなのに。 本当は足がオリジナルなのに、あいつが足のキャラぶんどってった。はあ、足はピカチュウと申します。でかいんだよね。これさ、おしゃ、おしべりピカチュウなんでね、初代おしゃべりピカチュウ。で、ほら、後ろにこれついてるから、ここに。ここにね、本当はおしゃべりをする。おしゃべりを、かつておしゃべりをしていたものが入ってて。 恐れは紛失しましまた <laughs> だから今ちょっと仕事のスキルを使って自分で喋らしてるねそのおかげで日本語喋れるようになったもんなピカチュウはい前はピカチュウしか言えませんでしたからね <laughs> よかったね <laughs> 遅くなりました。いやいやありがとうございます。山村さんの会話芸素敵き。<laughs> 区長の実写配信初見です。自社配信初見の人がいる。こんばんは。はい、ということでですね、ちょっと人も集まってきたから本題に入ろうと思いますけど、明日はいよいよ山村響くワンマンライブ2023ビタースイートナイト。ビタースイートナイト。 いよいよ明日たこんばんということで皆さんチケット買ってくれましたかはーいはーいはーいいや皆さんまだチケットを持っていないという方がもしそこのあなたいたら本日の23時59分まで前売りチケット売っておりますよこんばんはこんばんは。こんばんは ありがとう。買ってくれた人ありがとう。ありがとう、ありがとう。わあ、ありがとう、ありがとう。イエーイ、イエーイ。嬉しい。ありがとうございます。本日の23時59分までワイルチキン、売ってるんで、ぜひ買ってくださいね。ありがとうございます。あと、コンビニ支払いで買ってくれた人、 買ってくれてる人でまだ支払い終わってない人本日の22時59分までらしいですよお支払い期限そこを過ぎるもうちょっとだよねそこを過ぎるとキャンセルになってしまいますのでお,払い忘れお支払い忘れのないようにぜひちょっとやっていただけたら嬉しいなと思っております 髪色完璧じゃない今日え、すごい見てすごくないちょっと髪色完璧すぎるやばい <laughs> やばいえ、ね、ウルフもウルフも完璧すぎやばい最強だなえ良すぎる毎回良すぎるんですけどちょっと髪のこの絶妙なこの絶妙なこの。 なんか絶妙の白銀ではないシャンパンゴールドこれ結構自慢のハイトーンハイトーンから結構いろんなところで褒められる美容師さんからも褒められるこの,こ,んこのいい状態でこれだけ色を抜けるのってなかなか至難の技ですよって。結構 そ,う別そのねあの切ってもらう人と染めてもらう人別なんだけどどっちからも褒められる <laughs> 日本人でこれだけ抜けられる人なかなかいないですよって言われるありがとう嬉しい褒めてくれて完全体なんでアップデート完了してるんでよろしくお願いしますねということで明日はワンマンライブなんですけど ええー、グッズが先ほどちょっと受け取ってまいりましたので紹介していこうかなと思いますあこんばんはありがとうございますお越しいただいてこんばんはグッズをね今からね紹介していこうと思うんですけどいいですか新グッズいやーいいよ今回も じゃあ、まず1個目。ま、あ、と。紹介して、あの、画像ではね、紹介しましたけど。まず1個目。この夜を彩るためのエナジーロンティー。現物。こちらです。イエーイかわいいどうえ、かわいくないちょっと開けるね。 この夜をい,どろ,いどろどるためのエナジーロンティーこちらでございますじゃんわぁ、かわいい見て、見て、見て、見てここにこの下にかわいいドラゴンの K ハート D ついてるんですどうですかあ、めめっちゃかわいいなわめっちゃかわいいな、これあ、いいです 買う買うちょっとこれ着てみるね今上からあのー、オーバーサイズなんでかなり余裕あります女子はダボっと着て男子も小柄な方はかなりダボっとオーバーサイズで着れる身長ある方とかも全然入るんでこんな感じあの夢みちゃいなロンティー持ってる人はそれと同じサイズ感なんで。 あ、可愛い,いわこれ。えどう？見て。さっ、こんな感じです。ふっ、イエーイ。<laughs> 見えるかな？こんな感じ。かなり女子が着るとかなり余裕ありますね。うん。しょ、袖もこんな感じ。口調、身長百五十九点五ないし百六十の間ですけど <laughs>、その身長の女子が着てこんな感じ。 めっちゃいいよねい,やいいよいいよしかもね明日さなんか寒いなんか雨私私まだ雨降らないってまだまだずっと信じてるんだけどまだ信じてるんですけど明日なんかちょっと肌寒いらしいんで明日かなりこれいいんじゃないかと思っています。同窓会に行く人がいる <laughs> 行ってらっしゃい。 明日は来てくださいね明日は同窓を経てこんな感じかわいいよねーこれぜぜひぜひぜひお手に取っていただければ幸いですこちら4,000円4,000円でーすじゃあこれ着ながらやるかで次マフ,ーーで、ね、マフラータオルですねマフラータオルこちら現物 お見せしたいと思います。こちらうわーかわいい明日夕方から晴れでしょでもなんか、なんか夕方から晴れてくれるのはいいけど、なんかちょうど会場入りする時間ぐらいにザザ降りの予定な感じがしてんだよね。だけど私まだ雨降らないって信じてるから。まだ降らないって。信じてます。じゃーん。おーおーおー えかわいい、え、いめっちゃかわいどどううほら、どうですかめちゃくちゃかわいいんだけどこれあ、しかもねなんか生地生地も待ってねこれはこれ去年去年のワンマンライブのタオルこれなんだけどなんかちょっと違うかもこっちの方がちょっとふわっと。 なんかあの水あんまりこっち吸わなそうな感じなんだけど <laughs> こっちはなんか水吸ってくれそうな吸ってくれそうな質感ですどうこんな感じ裏は見えるこんな感じ結構これ汗吸ってくれそうな感じ実用性もありって感じの生地ですねうん <laughs> パイルししっかりしてそうそうそう <laughs> 水吸ってくれそうなタオルとなっております本日今回のタオルは水を吸ってくれそうな感じとなっております安心してあの汗を拭っていただいて問題ございませんえこれマジで可愛いえよくないこのスタイルこのスタイルこのスタイルどうおやきバッチリ明日これでかわい。 こちら2,500円ですねはいありがとうございますいや本当にかわいいなこのえいいよそしてあそしてこうで、ね、こちらですねえー、アグリルキャンディーアクリルキーホルダーこちらかわ、うん、いい本当にねあめにあめにしか見えない 見てくださいじゃんあかわいいほらここにちゃんとビタースイートナイトのライブロゴも入っております食べれそうだよね美味しそう食べないで食べないでくださいね食べないでくださいねこのチェーンも紫で可愛いよねどう食べられない方の飴めちゃかわいいみんなこうやって掲げて ぜひこれ手に入れてください。800円です。お求めやすい価格なんで舐めないで舐めないで舐めるのはありで、舐めまあ、もう自己責任になりますけど、食べ物じゃないんで舐めない方がいいと思います。<laughs> めっちゃ可愛い！よろしくお願いします。確かに魔法使えそう。カービィ味あるね。カービィ味あるね。今回いやでもね。いや、もうそれは。それはね。ちょっとあ次の。 グッズ次のグッズ、こちら目玉商品。全部目玉だけど、こちら目玉商品。こちらはい、こちらです。ビタスイート EP メモリアルフォトインタビューブック。はい、B5 サイズでございます。え、結構でかいよ。どうどうですかかわいいね。いいでしょう 売り切れないか心配売り切れないと思うあこれは結構いっぱい吸ってるから売り切れないと思う是非でこれねなんと裏裏表紙がこうなっておりますじゃんそう表でも飾ってもいいし裏で飾ってもいいという形にしておしてみましたも裏表紙は、えー、アーティスト写真 を表紙にしてみましたどっちでも好きな方で飾っていただけるという仕様になっておりますどうですかいいねいいよねこれちょっとこれちょっとあのあれとアーシャーと同じ顔してるアーシャーと同じ顔 <laughs> アーシャーと同じ顔してる <laughs> アーシャーと同じ顔 <laughs> これ中身もねーすごいよ中身あうっあああああ見たい中身はじゃあジャあ インタビューありますよインタビューありますよ似てるしまったどうですかインタビューありますよインタビューブックなんでね1万字超えのビタースイート EP に関するビタースイート EP に関するインタビューが1万字超えのインタビュー記事に載っておりますぜひこれを読めばね私がどのようにして インタビューああないどのようにして「ウィタースイート EP」という作品を作ったのかっていう思いが余すとこなく知ることできますんでぜひ買ってくださいこれえこれ B5 ですよこれ B5 サイズですよ B5 だよね B5 のはず A4 じゃないですよ B5 ですぜひこれはねいいよ本当に質感もいいしねちょっとマットちょっとマット仕上げにしてみたの。 あのツヤツヤが普通普段好きなんだけどかビタースイート EP ってちょっとマットな感じが合うかなと思ってマット仕上げにしてみたらいやかなりいいです表紙もすごいふわふわのマシュマロマシュマロタッチそして中身もねかなりいいですねこれ皆さんこれあのこれね口調口調がデザインしました <laughs> このこのフォトブック口調がデザインさせていただきましたんで。 よかったらもう本当にもう一からの手作り入稿作業まで口調がやりましたこれねぜひ手に入れてもらいたいぜひともこちらこちら3000円となっております30ページありますぜひこれお買い上げいただければと思いますよろしくお願いします口調オリジナル薄い本確かにそうだね薄い本だね ぜひお買い上げください。よろしくお願いします。そして最後は、えー、っと、ブロマイドセットですね。あ、ちょっとこれ、ちょっとこれあのサンプル、サンプルなんですけど <laughs>。えっとね、A が、A がこちらかな ?A がこれ、3枚セットになってます。これいい。そしてこれ、そしこれだ。 これが A セットのブロマイドだ、セットだ。私ね、なんで、この、ちょっと待って。あ、この写真が結構お気に入りで、可愛い可愛いって、いい <laughs> 自分で言うな。<laughs> いや、自分で言っていこう。いや自分で行こう、言っていこう。ブロマイド実質全外という選択しかないの。嬉しいこと言ってくれる。な、これ。 こ,のこれねこ,これねあのメイクと髪型とあと服がねめっちゃイがで後ろの背景がなんかハートみたいになってて可愛いんだよねこの写真これ結構好きな大きショットあとねこれも好きなんだよねこれかっこいいこれあのー、あれですね、あのー、タワーレコードさんのパネル展示でも使わせてもらったカットなんですけどこれもいいよ でこれはねパレットとのお気に入りのパレットとのショットですねいやーこれいいよもういいよしか言ってないこれが A セットでございます A セット B セット C セットって書いてあるんでこれが A だよねとかさっき言ってたの本当に大丈夫かなでこれ B セットですねあパネル電池で当たったやつ <laughs> 当たった人おめでとうございます <laughs> これ B セット。これね、これ、このカット結構初なん、初出るで、初出しなんじゃないでしょうか、これ。なんか、丸いとこで撮ってます。<laughs> 丸い、丸いやつ。丸いとこで撮ってで、こちらですね。こちら。バスタブ。この謎写真。これ謎かわいいってこう、現場で、なんか謎でかわいいっていう現場で結構、あれだった。話題だった。服着て、 服着てるのにバスタブ入ってで電話を持ってるっていう,こう謎,謎シチュエーションが可愛いと評判でしたあでこれさそう次これね B セットの写真がねなんかね私ね仕上がってきてあーってなっちゃったんですけどなんかねちょっとねホラーなんだよねこれ <laughs> なんかねごめんちょっとホラーホラーはホラーホラーかもしれないんですけどこれ3枚 <laughs> なんかねここのさここの光がなんかちょっとねまみ 真緑になっちゃってんだよねこれ真緑口調ゾンビ口調みたいなゾンビ口調みたいになっちゃったんですけどこれはこれでまあなんかこれはこれでアーティスティックな写真ということでちょっとごめんこれなんかなんか元画像こんな感じじゃないんだけどハロウィンということで <laughs> 緑取り戻したくちゃなんかごめん でもこれはこれでアーティスティックな感じなんか絵っぽい絵っぽい口調ということでちょっと一つ許してもらえたら嬉しいんですけどそうハロウィンハロウィンを先取りハロウィン先取りちょっとこれどうかこちら一つえこれで B セット売れ残ったらやだーこれで B セット売れ残ったらやだ真緑口調も買ってくださいよろしくお願いします <laughs> 芸術的なのでよし <laughs> ありがとう <laughs> 季節先取りで C セットこちらですねはい C セットこのこのお団子口調お団子口調 3, セ3点セットですねこちらこれと <laughs> 私このこのカットすごいお気に入りなんだよねちょっともうあのう光 光でも丸いのが写ってあれだけどこの写真めっちゃ可愛いのあのあねちょっとちょっとぼやかわざとあのねあのカメラマンさんがねあれフィルムフィルムをクシャクシャとしてレンズにこういい感じに周りをに貼り付けてめちゃくちゃアナログな方法でこれピンク色にぼかしてるんだけどでそ,その手法を使ってちょっとね ちょっとふんわりしたボケでもめちゃくちゃアナログな方向でぼかしてんだけどで撮ってでなんかここのここにね口を恒例のキラキラシール今回もつけてたんですけどこのキラキラシールがフラッシュでいい感じにキラッて光ってなんか涙みたいになってかわいいの。えどうこれこれ結構お気に入りこれかなり芸術的そう芸術的第2弾そうお題もかわいいありがとう。これちょっと是非 おすすめショットで3枚目こちら全身全身のショットですねこの服装かわいいよねキラキラこのようなセットとなっておりますこちら A セット B セットと C セットありましてこちら各1,000円選べますランダムじゃないので選ぶことができますができることならば全部売れてほしい <laughs> ということで新グッズ以上です。こちらで以上となります。無事に現物をお見せすることができました。いかがだったでしょうか嬉しい。いやぜひねお買い上げいただいて。であの過去グッズも、えー、持ってきます、えー。キャンバスアート 夢見ちゃいナロンティー黒白そしてプ、えー、ライドくんステッカーラダーの缶バッジセットでラダーとメイクアーマップの、えー、それぞれのアクリルスタンド持っていきますで CD も持っていきますビタースイート CD ビタースイート CD ビタースイート EP も持っていくしタウントマップそしてサイクルサイクルスキー えー、全部持っていきますので紫ああ紫は全部売れた紫はこの前全部売れたんでもうもう在庫なし全部買うありがとうそれでそういう形でねえー、で過去グッズ CD 以外の過去グッズをお買い上げいただいた方には今回も区民力ステッカーを1点お買い上げにつき1枚差し上げますこんばんは。 なので、えー、過去グッズ例えばキャンバスアートとアクリルスタンドを買ってくれ、2点買ってくれたら区民力ステッカー2枚差し上げます <laughs> 口を助けるつもりで区民力を上げていっていただけたら幸いですよろしくお願いしますまだ持ってない人とかいたらねぜひよろしくお願いします区民力をぐーンとアップさせてもらえたら嬉しいな ということでえー、以上になりますけれどもとにかくとにもかくにも、えー、本日23時59分まで、えー、ワンマンライブのチケットを売っておりますのでぜひよかったら急にね予定が空いた方とか遊びに来てもらえたら嬉しいですそして明日も当日券出る予定ですので。 えー、当日券の方は前売りチケットよりも、えー、500円アップの5700円となっておりますので、えー、よろしくお願いしますはいもう終わり <laughs> もう終わりだよだっても喋ること終わったもんもう終わりだよご新規さんに過去グッズおすすめそれ本当にそうキャンバスアートマジでおすすめなんでキャンバスアートぜひ お部屋に飾っていただけたら幸せになれるんじゃないかと思っております。またスイカできて今日はもうスイカ作らんてスイカ作りませんよ。明日試験終わったらダッシュで迎えます。ありがとうでも慌てない慌てずに来てくださいね。もう怪我のないように来てください。よろしくお願いしますよ。ということでじゃあそのような感じで明日は。 みんなで最高の夜にできたらなぁと思っております今日も最後の準備を終わらして、えー、今日はなるべく早く寝ようと思いますみんなチケットの QR コードを忘れずに持ってくるんだよ <laughs> チケットの UR コードを忘れたらもう終わりだからまあ、スマホを忘れてくる人なかなかいないと思うけどもう もうスマホに QR コード入れててスマホ忘れたらもう終わ,り終わるから <laughs> こんばんはありがとう今来たですいませんと,ちょっともう終わっちゃうけどごめんもう終わっちゃうけどちょっとよかったらアーカイブで見てくださいどうももも <laughs> と <laughs> 明日ももキャンディーあげるからな明日ももあしももキャンディーが4分の1ぐらいの人に行き渡るから よろしくなえ。プレゼントはお手紙のみとなっております。ありがとうございます。じゃあまた明日だね。本当に、本当に明日会える人は明日ということで。よろしくお願いします。よし。当たりはう <laughs> メロンも当たりかも。メロンも当たりかもしれん。よろしくね。 <laughs> つくみんのミックスジュース <laughs> 明日もみんな打ち上げミックスジュースなんじゃない明日打ち上げみんな <laughs> 印刷しました忘れずにね持ってきてね飴 <laughs> は一人一個ですからね飴は一人一個ですからねじゃあまたよしじゃあみんなまた明日だね 明日は響たぶんっても会場行くと思うけどみんなで盛り上げたってねよろしゅう頼むでこいつ一生懸命練習頑張っとったからなワイも見守ってるで よろしくね明日たちはお留守番組です <laughs> そう君たちはねもうご老体だから何かあって破れたりしたらもう大変なんで明日たちはお留守番ですうん俺たちは念を飛ばしておくだから明日は たくさん盛り上がって楽しんでくるんだぞ。はい、ありがとうね。まあ、ピカチュウとパレットとは、私の。私の感覚、感覚やすべて共有してますんで。私が見ているものはピカチュウとパレットたちは見てるんで、大丈夫、家にいても、な。うん。うんって。<laughs> はい、ということで、じゃあ。じゃ、また。明日。お会いしましょう。 ありがとうねー。桐島もありがとう。カルペジを十周年か、すごいね。イェーイ、じゃあね。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみやで。じゃあねー。